特殊部隊作戦式司令部は戦力基盤軍に存在する師団級式機関の一つ。ドイツ連邦軍における特殊作戦の統合運用を目的に2005年4月15日に設立された。2005年1月10日の命令に従い同年4月15日に創設され、司令部施設を連邦軍出動式司令部が所在している。 ポツダムゲル島のヘニングフォントレス公兵舎に置く。2004年初期の段階では、連邦国防省及び指揮爆僚幹部に特殊部隊運用の部署が設立される。戦力基盤軍の補佐をもって担当部門が変更される。次段階に至り、2005年に正式に司令部機関が編成される。特殊部隊指揮司令部は、連邦軍副総監兼戦力基盤軍総監に、 従属しているが、作戦式場では、直接、ドイツ連邦軍総監の下に置かれる。これにより、運用される時のみ部隊は従属下に置かれる。通常任務の枠組みにおいて、ドイツ陸軍の特殊戦団と、ドイツ海軍の海軍専門任務部隊が、特殊作戦部隊に含まれる。北、大西洋条約機構及び欧州連合との相互、運用性については、 NATO 標準化の取り決めに従い最初、運用管理機能を指揮司令部内に設けて、他国の特殊作戦司令部との互換性を維持する。これを基盤に NATO と EU の政府級司令機関と、他国籍司令部との指揮命令構造を確立する。これにより、NATO では実施できない事項を EU が保管もしくは、その逆に保管関係を立てて、連合統合運用を可能とする。ありがとうございます。